はい、どうも皆さん、こんにちは、フィンです。今回紹介していくものは、こちらです。こちらはワラシルというシャーペンなんですけど、バッケージを見ていただければわかると思うんですけど、普通のシャーペンと違いますよね。こちらどういうことかと言いますと、自分で組み立てるシャーペンとなっています。プラモデルのような感じですね。で、こちらは1000円ほどで買いました。それでは、パッケージを詳しく見ていきましょう。バラシル、メカニカルペンシル、プラスチックパズルキットということで、パズルのように自分で組み立てるものとなります。そしてこちら、組み立ては接着剤不要のはめ込み式、使用できる芯の直径は 0.5 ミリだけです。別途芯を購入する必要がありますということになっています。で、裏に行くとこのような感じですね。この製品はプラスチックパズルキット、バラシルが1つ入っています。VC01 シリーズの部品形状は共通です。製品とパッケージイメージは多少異なりますということで、VC-01 シリーズというふうにあるんですけど、こちら結構シリーズがありまして、ざっとこのような感じになっています。その中でも自分はこれにしたということになります。対象年齢15歳以上、上級者向けということになっています。15歳以上ということで、ちょっと難しいのかなというふうに思いますね。それでは早速開けていきたいと思います。はい、開きました。それでは開けてみます。はい、このような感じになっていますね。まず最初に出てきたのは取扱説明書ですね。細かく書いてありますね。はい、こんな感じとなっています。それにこれですね。これがパーツとなりますね。これもパーツですね。そしてこれが部品たちですかね。こんな感じになっています。ここに付属品が書いてありましたね。パーツ A、 パーツ B と、先端パーツ、チャック、チャックリング、ジョイント、バネ、パイプとなっていますね。付属品はこんな感じですね。ちなみに全部でこのパーツが22種類あります。使用するニッパーはこちらですね。しっかりしたものなので大丈夫かなと思います。それでは早速、作ってみたいと思います。
A few moments later. はい、やっとできました。このような感じになっています。0.5 の1秒を入れたいと思います。できました。書いてみた感想として、とても軽いので、サラサラ書けるそういったイメージなんですけど、持ってる感じとしてはちょっと、痛いですね。このプラスチックの、カラーとかが結構手に当たってちょっと痛いかなといった感じです。書き味としては嫌な感じは全然しなく、他のシャーペンとは結構書き味が異なるので、気分転換や、メモ書きとか、記帳とかに置いといて、シャーペンが扱いたくなった時にさらっと使用したりとか、がっつりは使いませんが、そういった時にいいかなと自分は思いました。作ってみての感想としては非常に難しかったですね。こういった説明書なんですけど、一つ一つの部品が似てるので、どこにどういう風に入れたらいいのかなど、そういったところに理解するのがちょっと時間がかかってしまったなという感じです。ですが、詳しく書いてるので、しっかり理解できれば、全然、素早くできますし、自分も後半は慣れてきてスムーズにできたかなと思います。あとこれに解体の仕方なども書いてるので、非常に細かく、知りたい情報は全部載ってるのでいいかなと思います。繊維ということであまり高くもない、ものだと思うので、ちょっと気になった方はぜひ買ってみて作ってみるのもいいと思います。自分は1時間ちょっとかかってしまったんですけど、皆さんはどのくらいでできるか、ちょっと作ったことがある方や、これから作るという方も、ぜひ教えてください。今回はバラシルという面白いシャーペンの紹介をしました。何か質問などありましたらコメントの方よろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。さよなら。